おととい SNS に投稿されたこの写真、道の一部が陥没し立ち入りが規制されています。住民みんな避難、通路は通れません、助けて。避難を呼びかける投稿、一体何が起きているのでしょうか。写真が撮影された埼玉県草加市へ向かいました。草加駅からおよそ300メートル離れた飲食店や住宅が立ち並ぶ通りから建物の間を縫って奥へ進むと、こちらの一本入った細い道、もう完全に地面がですね、崩壊してしまって大きく穴のようになっていますね。地面に埋まっていたであろうブロックが露出してしまっていますね。設置された仕切りの外側まで地面が陥没、大きくひびが入るようにして崩れているだけでなく、人一人がようやく通れるような、それぐらいの細さにまでですね、地面が崩れてしまっています。住宅の目の前の道が半分近く陥没し、人一人がようやく通れる程度の幅しかありません。この状況について近隣住民は、崩落したところの道が少し斜めになっているので、多分こっちの方にも少し影響が来ていると思うので、それは怖いです。一体なぜこのような陥没が起きてしまったのでしょうか。陥没した道のすぐ隣は15階建てのマンション建築現場。工事のため土を掘削していたところ、今月3日からおととい未明にかけて隣接する住宅前の道が陥没したというのです。考えられる原因について、地盤システム研究所の近久博史所長は、掘削に伴う番下げ工事によって地下水の流出があった場合ですね、周辺の地盤沈下とかいう現象に起こる可能性は非常に高いと考えられますね。問題は道の陥没だけではありませんでした。あちらの住宅は作業員の方がですね、ホースのようなものを持って作業をしていますね。現場にはガス会社の作業員の姿が。ガス漏れが起こったっていうんだからちょっと怖いですよ。ガス漏れっていうことはもしね、なんかあったらこの一帯吹っ飛んじゃいますからね。作業員もガスコンロでしたんです。道の陥没による影響かガス漏れが発生、消防車も出動する騒ぎになったのです。こちらはガス漏れに気づいた直後に近隣住民が撮影したという写真です。未明に消防車が駆けつけ、規制線が張られ、周囲には消防士の姿も見えます。近くに住む男性は、家にいたら妻とが喉が痛いと、鼻が痛いと、目の前の家の前が落ちちゃっている、でガスが漏れて臭いと、落ちたのがあそこで、寝泊まりしてたのはそこなんですよ、子供もいて、はい、でそこからずっと向こうですね、ここの2階の部屋に移動しました。男性の家族はその日の朝まで陥没現場から一番離れた部屋で過ごしたといいます。男性は施工を担当する会社に対して不満を漏らします。どういった経緯で誰に責任あるのか確認したら、私どものミスですと。何か土をね、崩れないようにする措置、そもそも間違っていたようです。工事現場の今やっている
その事故を起こした会社がそのまま引き続きやるのが一番不満、不安。疑念を抱く近隣住民は他にも。説明がないんですよ。建設会社がこれだけの事故を起こしたのに、未だに説明がない、何もない。住民の不満が募る中、めざまし8が施工会社に道が陥没した原因について取材すると、マンション工事で土を掘っていたことが原因だと思われます。近いうちに土壌を補強して穴埋めする予定です。近隣の方にはご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。マンションの工事が原因の一つであると認め、陥没した道の対処を最優先に進めるとしています。